新しい私いろいろ始める仙台いろは。今日の仙台いろはは、東北の食材にこだわった料理が人気の2つのお店をご紹介します。オープン1周年を迎えて新メニューが登場したそうです。まずやってきたのはエスパル東館3階にあるグリルミノル。旬の東北産の食材を熱々のグリル料理で堪能することができます。はい、こちら岩手県産の照り焼きのグリルチキンでございます。すごい大きいですね、はい、そうですね。岩手県産鶏もも肉を特製の照り焼きダレを絡めてこんがりとグリル。上に乗せられた目玉焼きは福島県産の全農新卵を使用しています。すごいこの照り焼きの味が染み込んでますね、はい、そうですね、あのしっかり漬け込んでますんで、はい、またすごく味がまろやかになりますね、はい、そうですね、あの非常に濃厚な味の卵でして、はい、グリルミノルの一番人気メニューはその新卵をふんだんに使い、デミソースが濃厚な卵のコクを一層引き立てる鉄板デミオムライスです。すごく卵が濃厚です。続いてやってきたのはエスパル本館2階にあるみのりカフェ。東北産の食材を使ったスイーツやドリンクをカジュアルに楽しめるお店です。佐々木さん、こちらが新メニューですか？はい、こちらが仙台麩を使ったフレンチトーストです。お麩でフレンチトースト。仙台麩で作ったフレンチトースト、フルーツトッピングかずんだあんプラス黒豆黒蜜の2種類から選ぶことができます。すごいふわふわですね。はい、お麩を使っているのでバケットやパンを使ったフレンチトーストよりもカロリーが低くておすすめです。それはもう女性には嬉しいですね。そうですね。ホワイトデーのお返しがまだの方は1周年を迎えたみのりとみのるに誘ってみてはいかがでしょうか。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。